体格なんでね。これで浮く。カヌー体験してみましょう。入ったら浮く。うん、浮くやつ。そう。じゃあパパ、これしたまま奥に入ってもいい？それはあかんやろ。それはあかんやろ。浮く。一応ね、こういう風に説明もね、書いてます。うん。じゃあ乗りましょうか。さあ乗りました。うん、外して、外した？オッケー。よし。じゃあ行きましょうか。もう左。よし。気をつけてね。さあ、じゃあ飲みましょう。食べようや。え？うん。ちょっとね、晩ご飯前に。パパ見て。このカツオをいただきたいと思います。パパ。え？ご飯？それ何？これ指輪。かっこいい。色変わる。色変わるん。うん。ちゃっくりしてみたいな。あ、うまっ。これ朝ごはん。めちゃめちゃ美味しい。僕も食べたい。みんなぐるっと回ってきて、どんどん食べられる。あの、その黒い紐引っ張んねん、ある。そう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 、それそれ、うん。うまいぞ。安いんでもいいよ、別に。まあ、ほら、怖い。別にパパとなくちゃ、別に。おじさん、見ながら。全然でも。もう、パパはあかんやろ。自分がいいとかじゃなくて。見えた。不愉快や。うわってなるやん。いや、でも、これやったら、3週ぐらい続くわ。ちょっと電気つけてみました。おしゃれな感じやね。パパ、こっちも、うん、パパ見て。何？何してるの？これアウトドアバスになってて、まあ、このまま入っちゃうとね、ちょっと恥ずかしい感じがするので、このカーテンで仕切るということですね。外は寒いかな。あ、やっぱり寒いな外は。あ、ほら向こうの人、ほら今からカヌーにね乗るとこですね。夕方のね5時半回りましたので、まあ、そろそろね晩ご飯の準備をしたいと思います。よいしょ。パパ、うん、何？縄跳び？じゃあこちらでですね、今日お肉焼いていくんですけども、これを右に回して30分間ね温めたらいいらしいです。We'll be right back.
がたくさんあるよ。聞いてほしいな些細なことも、愚痴だって冗談だって泣き言だって、君には全部知ってほしい。話したいことが少しでも胸の中にもし潜んでるなら、無理して言う必要もないけど、いつでも受け止めるからさ。一人で戦う姿には特別な敬意を払うけど、日陰がないと休めないだろう、見つかないと潤わないだろう。響き渡るといいな。ただのエゴイズム、水が綺麗やね、パパ。うん、お兄ちゃんここに座るとこあるで。もっだけもっと、すごい、うわー、きれい、うわ、水色みたい、え、めちゃくちゃきれいやん、うわ、すごいですね、おいしい、あ、おいしい、うん、あ、なんかここに座っといたよ、うわー、きれい、なんかの兄ちゃん、あんまりなんてないやん、めちゃくちゃ綺麗やねんけど、すごい、ちょっと見ないと危ない、うん、なんかな、まだ取っといた方が危ない、臭くなるけどね、うん、また高いね、うん。